久保さん、今回は世にも奇妙な物語の妙にしましょうか。不思議など巧みである、極めて美しい、若く美しい妙、奇妙な物語ですね久保さん完全に奇妙な物語だし、僕も奇妙な物語かなと思うんですけど、振り返ってみると本当に奇妙だなと思いますね。本当ね、十数年前は久保さん麻雀店やっててね、僕も5、6年前は東京にいたんですけど、今なんかね、生まれ故郷、僕生まれた場所北海道なんですけどね、生まれた場所北海道で今鹿児島にいるっていうね、鹿児島に落ち着いてるっていう、もう完全奇妙だなと思うんですよね。かなりこの上と下みたいな感じで、そう。沖縄も考えたんですけどね、ちょっと陸がつながってない関係で、車でちょっとあれだなっていうところで。鹿児島だとですね、青森ぐらいまでは、全部車で行きますんで、四国に関しては、橋がね、ありますので、橋で行けるし、そう。だから北海道と沖縄はちょっとフェリー乗っけないとね、車で行けないですけど、妙ですよね。なんか、妙だなと思いますね。なんか当時、車の話をすると、18歳ぐらいに GTR マガジンを読んで、この車将来乗りたいなって憧れてた車に乗ったと思ったら、10年乗ったら今度手放して、今度オープンカー乗ってるっていうね。そう。これもなんか妙ですね。絶対手放さないと思ってたんだけど、手放してみて。分かったことがあって、そう。昨日ね、夢見たんですよ。何の夢見たかっていうと、R の夢を見まして、エンジンかかんないみたいな。あれかかんないぞみたいなね。僕の昔の、久保さんもね、たまにかかんない時あんのかな。結構僕かかんない時があったりとかするんですよ。夢に昨日出ててね、見た。今エンジンかかんないことないぞ。今ボタンを押したらね、昔はこのギーっていうやつですけど、今の車ってボタンでかかるんですけど、エンジンがかからないってことはまず今のとこないですね。もう楽勝ですね。なんか昔、その3、4になってた時は、コンビニとかで止める。長距離走ってね、かなりエンジンがめちゃくちゃ温まってる状態で、コンビニとか止めて、で、エンジン切って、またすぐ3分後とか5分後にね、エンジンかけようとすると、なんか被るんですよ。被るっていうよくわかんないその言葉があるんですけど、被るっていうね。なんか被ってかかんないんですよ。そう。だから一回冷やすか、一回ちょっと冷やしてずっと待つというか、なんかちょっとめんどくさいんですけど。めんどくさい。そう。ただ一回、本当にかからなくて、呼んだんですよね。どこだかな、なんか高速道路の駐車場でかかんなくなっちゃって、もう何やってもかかんなくて、ですぐ行きたいんですけど、ここ壊れたかなみたいな。で、なんか呼んでね、レッカーみたいなの呼んで、そしたらなんかおっさんがね、なんかこうやってたらかかって、もうかぶってたねみたいなね。かぶってたんだよみたいなね。そうかみたいな。そう。いや、エンジンがかからない時の冷や汗はね、しんどいですよ。エンジンかかんねえ、動かねえみたいなね。今ないっすね、そういう冷や汗かくことは、多分。便利ですわ。いろいろありますね。いろいろ。だから僕もその3、4をこう手放したことによってまた新しい思い出ができて、もちろん保有してたら保有してたで、それはそれでの思い出だと思うんですけど、だから僕が東京にいたらいたで、また東京にいる思い出があったんだろうけれども、東京捨てて、ここ来ましたけど、良かったなっていう、思いますね。だまあ車に関してはちょっと寂しいよ、まあ、夢に出てくるぐらいですから、まあ、寂しいのはあったりとかするんだけども、でもなんかいろいろなものをまた新しい体験ができて、うん、ほんとね、ドライブ楽しいんですよ。やっぱ3、4じゃまあ味わえない感じが味わえますからね。うん。だから多分ね、だからまた僕3、4買おうかなと思ったんですけど、いや、やっぱオープンカー体験すると、次やっぱまた、まあ、やっぱオープンカーっすね、買うとしたら。やっぱあのオープンカー気持ちいいっすね。うん、やっぱ3、4じゃ絶対味わえないんで、あれを体験しちゃうと、次買う車もオープンカーという選択しかないかなっていう。やっぱめちゃくちゃ気持ちいいですね。なんか、非日常というか、そう、気持ちいいですね。なんか本当にそのゴーカートに乗ってるみたいになるんで、ゴーカートって屋根ないじゃないですか。だから、マジでゴーカートですね。そう。マジでゴーカートになるんで。ね、普通遊園地のゴーカートって、まあ、遊園地の中でしかの一角でしか走れないですけど、車のゴーカートは日本どこでも走れますからいいっすよねガソリン入れればどこまでも走れるんで、ゴーカートで。だから僕からすると、その本当にゴーカートで遊び尽くせるっていうなんか感じっすね、今ね。完全ゴーカートですね。はい、奇妙な物語ですね。いってらっしゃい。